シェーラザードは、浅田二郎の長編小説。東京中日スポーツなどに1996年10月22日から1年間連載し、1999年に、講段社から刊行された。マ丸事件をモチーフに、過去と現代の2つの視点から、太平洋戦争末期に、台湾沖に沈んだ、豪華客船、弥勒丸の沈没の真相と、その人間模様を描いた作品。 昭和20年、嵐の台湾沖の東、シナ海で2300人の命を積んだまま沈んだ、ミロクマル。建造されたばかりの日本が、世界に誇る豪華客船ではあったが、予定されていたサンフランシスコ便としての就航ではなく、太平洋戦争末期の時局で、赤十字の徴用船として運用されていた。時を経て、現代、総秀明と名乗る、 謎の台湾の男により沈没したミロクマルの引き上げ、話を持ち込まれた者たちが、次々と不審な死を遂げていく。元エリート銀行員で、今は企業者邸の消費者金融会社社長である、カルベ純一は、総秀明からミロクマルを引き上げるための費用100億円を貸すよう迫られる。カルベは、専務の日々の吉正と共に、かつて恋人であった、新聞記者、 久光律子の協力を仰ぎながら、魅力丸沈没にまつわる謎を追求することになった。律子は、記者の仕事を実施してまで、この調査にのめり込んでいく。シェーラザード海底に眠る永遠の愛のタイトルで、2004年7月31日に、NHK 総合及び NHK ハイビジョンで放送された。前編と後編の2本立て。2006年5月4日に NHK ハイビジョンにて、 再放送された。過去現代ドラマ版では、堀と正樹が窮地の中であったり、堀勝一と堀由り子が愛し合っている手にや、一部登場人物がカットされるなどの設定変更が行われている。シェーラザード海底に眠る永遠の愛に関するカテゴリー。ありがとうございます。